番組に呼んでいただいたおかげです。はい、また呼んでもらえて嬉しいねって3人で話してたんです。ですね、すみません、私はもともとこういう話し方なのと、お仕事の場なので相手に敬意を払わないのは。収録お疲れ様。お疲れ様。収録楽しかったね。うん、打ち合わせの時勝手に返事しちゃってごめん。今考えるとあの返しは良くなかったね。ううん、そんなことない。実はちょっと困っちゃってたからすっごく嬉しかった。ふう、私もどうしたらって思ってたから。それならよかった。そういえばあの時めぐるも何か言いかけてたよね。あれは何か言わないとと思ってとっさに。でもでもあのあとちょっと思ったことがあってね。影送り、二人は知ってる？絶対というのもないのかも。それでも言いたい。私たちずっとずっとイルミネーションスターズでいよう。何してるの？あのね、空がとっても綺麗だからこの間教えてもらった影送りやってみようかなって。でもうまくいかなくて。なるほど、あんまり力まないでゆっくり5つ数えると成功しやすいよ。ありがとう、めぐるちゃん。1、2、3、4、5。見えた？なんか不思議だよね。うん。私もやってみようかな。めぐるもどう？そうだね。あんまり
気が向かない？そこまでではないんだけど、なんかちょっと寂しい気持ちになっちゃうっていうか、うん、なんでかなって思ってたんだけどね、多分一緒にいるのに同じものが見えないからなんだと思う。マノが送った影、マノには見えてるのに私には見えないのが寂しくなっちゃうんだなって。めぐるちゃんごめん、変なこと言っちゃった。あのね、だったらひよりちゃんもいいかな。え、うん。え、何？こうして3人で手をつないで同じ影を送ってみるのはどうかな。そうしたら見えたらいいなって。同じものが。そうだった、一緒にやれば同じ影を送れるよね。やりたい。うん、やろう。3人で手をつないだ影なのもいいね。いつものあれみたいで。じゃあ行くよ。1、2、3。で、空を見る。すぐに消えちゃうのが少し物悲しい気持ちになるけど。うん、でも思い出はずっと残るよ。ずっと忘れないよ、めぐるちゃん。うん、私も。うん、だからずっと一緒に。